KO. Round two. Fight. Hi. はい、9名様いらっしゃい、よかったゆっくりしてね。今天国さんがちょうどアリサ使ってくれてますよ。で、今現在なんかね、昇格戦ってますよ。はい、昇格、あ、ちゃこちゃ、昇格、そうだよね。天国さん、ダフィーナ、アリサ、三島、アジアヘア、やってお送りしてます。ありがとう、天国、天国さん、ありがとうございます、本当に。やっぱ天国さん、あれですよね、パフォーマンスはやっぱ上手いですね。はい、まあ、あーしまった、あるある。はい、相変わらずカスタマイズはね、何もシールか、カスタマイズはシールか。あ、13あんねや。今ちょっと見入ってしまいました、すみません。熱いじゃん、これ。熱い。タッグクラッシュ使わせたらね、もう、天国さんの方が熱いし、ね、これ、いかにタッグクラッシュ使わさせて、体力減らすかみたいなとこありますよね。見せるなぁ、天国さん。天国さん、わざわざその投げで、ね、締めたとはもう、見せるわ。Get ready for the next battle.山下俊哉はエロいな。今現在青龍戦になりました、青龍戦になりました。ここまでいけるんですかね。ちょっと音遅れてる、マジで？マジで？普通にやっただけだよ。ちょっと待って、どうなんかな、わかんないんですよね。なぜ音ずれてるかどうかっていうのが、この辺ちょっとご了承いただきたい。大丈夫、ありがとうございます、すいません。はい、今現在、状況説明します。先ほど、ビャッコス、ゲームの天国さんのダフィーナ・アリサがですね、速攻光って速攻、天国さん上がって今停留ってなってます。はい、天国さん余裕。累計打力26名様いらっしゃい、よかったらゆっくりしてください。なんか今日寒かったね。うん、厚着で来ちゃったけどね。昼間は暖かかったけど、やっぱ夜と朝は寒いです。皆さん気をつけてね、風邪ひかないように。はい。皆さん大丈夫ですか？状況によってはですね、すごい寒いところありますからね。今日ミヤネ屋で言ってましたよ。
北海道行ってるアナウンサーいましたからね。はい。今いい試合ですね。いやあんな狙ってたらすごいでしょ。あれ風神変えよ。あー惜しかったゴールデンウィークどっか行く？ね、藤沢さんは仕事でございます、ずっと。はい、ゴールデンウィークって何美味しいのっていう状態で。ああ、ダメプレイしだしてるな。これ、ダメ、あれですよ、ダメプレイさせて。ダメプレイさせて、いなりよ、こう、キレさせて、マイルステーブル、わかります。ほんま、見せるわ。ゴールデンウィーク仕事ですよ、僕。でも、普通の、普通は多分安いでしょ。はい。オレンジハウス来て。はい、ゴールデンウィーク。どっか行く人いるんかな？事故には気をつけてね。事故には車の事故。あんまり乗らん人がウィーって乗ってウィーって事故るから。気をつけてね、事故には。巻き込まりもありますかね、巻き込みもね。はい。うわ、いやらしい。もう、天国さんやらしいわ。日本橋の子、あ、そうですか。多分ね、土日とか早くちゃいますよ。あの子。ねえ。まあ、とりあえず日本橋タモコ行ってね、行く間に、メイドのキャッチに、うざいと思いますので気をつけてください。メイドのキャッチマジうざいから。はい。大したメイドしかいないからね。それだけ言うとくね。キャッチするメイド喫茶は、貸す。はい。それだけ覚えておいてください。マジっすか？でしょ？あるから！ゴールデンウィークあるあるやから、それ。だからほんまに気をつけてね。はい。たまりは車乗せてあげようみたいな感じの人が、あ、わかりました、乗りますドゥーみたいな。いいメイド喫茶はないです。はい。あ、でも、メイドリアンか、なんかメイドリーミンかなんか忘れたけど、それぼったくりで有名ですね。はい。最近のメイド喫茶はね、あれなんですよ。ひどいサービスが。なんかね、メイド喫茶で金使って4,000円払うんやったらキャバクラで3,500円払った方が安い。稼いでるとく。はい。今、メイド喫茶でなんか、お話するだけでなんかわけわからんけど、金取られらしいからね、10分何本とか。昔のなんか、罰ゲームですか、この野郎みたいな、ラップ越しって歌ったら、なんか名前だっけな。1回するだけで、5000円とか。そんなんがあるみたいですよ。ニュースやってました、それ、ほんまに。とか、ネットの情報とかのね。情報掲示板みたいなって。ああいうので見て、あ、マジでかみたいな。セクシーは楽だな。はい。New Challenger。ありますよ、一応ありますよ。あるんですけど、昔ほど流行ってない。Get ready for the next batch. 今現在累計ラグ33。天国さん余裕やないですか。まあね、ほら落とす。あ。Round one. Fight. でも俺天国さん勝てさえねえけどな、余裕で。あるよ、あるよ、あるけどね。三島ってね、対策難しいんですよ。だから、ほんまに対策されてる人しかないです。まあ、強いと思う。もう、大変やけど。マタさんとかその辺めっちゃ強いですからね。三島対策。やばいから。何回か三島で対戦できるようになるんですけど、マタさんに。風神当たらず、下だけ取れて、よく勝ち合って風神とか当たるとかあるじゃないですか。そういうの一切なく、風神の下には浮かしてき
って、もうあのすいませんでしたっていうことが何回かあります。他のキャラとかはね、まあ勝ったり負けたりとかあります、まあ負け越したりするんですけど、ミシュマーで行った場合はもう全然勝たない。あとはあのね、ほら大阪に住みましたっていう人が多いじゃないですか。あの状況っていうのは、まあ状況みたいに上半化してお金が欲しさにメイド喫茶働くっていう人、純粋に働く人は多分少ないです。だってそんなバイトするんやったらさ、キャバクラでバイトした方がええやろ。 100% こっちの方が金稼げるし、その金飲まなあかんけど、まあ携帯とかのその辺だるいけど、でもメイド喫茶で働くのって嫌じゃない。だってだキャバクラとかでおっちゃんとか、まあ若い子とかってまあまあ酔っ払ってもまあ変なことするぐらいで、まあまともじゃないですか言うたら、多少はマシだよ。でもメイド喫茶で来てる人って俺っきりの人なんだけど、俺筋肉すごいねとか言ってこんなんしてる人見えるかな、こんなんしててなんかあの握力鍛えると思ってこんなんしてる人って言ったら、俺の筋肉どう、俺の筋肉どうって言ってくれた人おったん。マジキモかったから。筋肉喫茶ね儲かるんかいな。あれイケメンに限るでしょ。あれはメイド喫茶行きましたよ。それ当たり前じゃないですか。高校の時に行きましたよ。あれは10年前ですね。忘れません。大晦日、ね、大晦日が元旦か行ったよ。いやでもそのメイド喫茶はね、二十歳に一回行ってんけど、こんなおっさんがおって、あ俺これもう無理やわみたいな、うん、思いましたね。まあ名前は伏せとくけど、どこのメイド喫茶か伏せとくけど、やっぱメイドのチェっていうとこだったかな、そこは。うん、まあそういうのがあるんでね、メイド喫茶は変なやつ多いですよね。おるでしょ、マジキモいから。それ燃えた、燃えない。ブサイク、はい、ブサイク、大概ブサイクやな。可愛いやつは基本あれですよ、あのキャバクラを止めてるお姉ちゃん系ですね。っていうことは、あ、一回だけやったのが、この、まあ、だいぶ前やけど、ナムコ行く最中でキャッチかかったんですよ。またかと。でもそこそこ可愛いなと思って、チラッて見たら、化粧濃いんですよ。それはええねん、許したろ。ただ、チラッとドレスが見えたんですね、ドレス。キャバ嬢のドレスが。あれ明らかにもう働いてきましたよー的なノリ、気をつけていただきたいみたいな。で、あとなんかね、喋ってるやつもでしょ、ニヤ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 、ただで喋ってるよ俺みたいな。ジュース買うてそこでガキの子バカだろ。多分経営者かもしれない。意外と特別、はい、そうです。いやでもそんなんさ、って金払っていけよこらみたいな。なんでそこで削るみたいな。まあそんな感じっすよ。まあいい人は多いっすよね。KO Round 2。 おっさんがおっかけ。なので、ね、あの日本橋ナムコ行くときはメイド喫茶のキャッチにホイホイついていかないように。むしろあのメイドキスターはもう時代遅れと思ってください、本当に。そのコントってオラスさんが前動画アップしたんだけど、他やっぱりね、コーナー行くなったら普通に埋めたいってね、キャバクラ行ってる方が楽しいでしょ、同じお金出すんやったらね。まあそういうのはまあ置いといてですね、ほんまサムカは本当に土日は流行ってますよ。彼の人もおるし、はい、まあ、キャバクラは夢を買うところって僕は思ってますから。これ名言だと思う。キャバクラは夢を買うところ、ね、ダフィーながらね、もうよく来ますよ。ガールズバーね、ガールズバーは店によりますね、そのセット料金が
チャージ1時間700円系やったらいいと思いますよね。あの1時間飲み放題でチャージ込みで2000円とか2500円は高い方だと思う。僕の中では安いところがあるんですよ。カモメを買う、買ってください、買ってあげてください。亀心臓結構ね飲み屋多いんですよ。ラウンジ、まあ、キャバクラないけどラウンジガールズバー、普通のバーが多いんですよ。その3択なんですよ。で相場的にガールズバーはね700円800円があります。詳しく、それはね地元やからやっぱりいろんなとこ飲みに行くでしょ。もう27ですよ僕今年で、ね、後ろになった、選手の金曜日になった、これ27です。それはお酒だって飲む年ですよ。なのでまあそれぐらい、まあ安いところはね、梅田とか行ったら2000円とか平気取られますから、お酒とは別で2000円、えお酒ビール飲み放題に。おお27歳強調してるよ。このゲーム年齢制限あるからね。お鉄拳より詳しい。あともう鉄拳って俺初めてのシックスからですからね。大体天王さんとかその辺の方ってさっきよりカルピスだし、あそうなんですか。カルピスはね僕苦手ですよ。あの甘ったるい、あの口の中に残るじゃないですか、ドバッとね、カルピスはドバッと。 You win! Get ready for the next battle! さすがやね、天国さん。 New challenge! ラフィーさん、アリスさん使ってるからなって出てますよね。はい、なんか自慢されましたけどね、アリサが無人で行ってるから、アリサ無人やし、しかもダフィーナ基人まで行ってるからって言われました。すぐ当たるですよね。あのねスネークエッジがねちょいちょい当たるようになったんですよ。バーはね常連になったら楽しいと思いますよ。その辺友達が増えてくるし出会いも増えると思います。はい、あのね僕もともと反応自分で言うのはあれなんですけど、下段系とかはね、見えるんですよ。昔、その、ドラグロフの、HLK の、あれ、シューって下段あるじゃないですか。スイープ。あれ見えとったんですよ。しかもフェイントまで。キャラによっては浮かせれたんですけど、最近、あの、音で判断したせいか、4WP とかで当たるようになりますね。うん。見えとったんです。最近、まあ、たまに見、まあ、大概見えるけど、当たることが多くなりましたね。自慢です。はい、自慢。それ、でも、まあ、スネークエッジ見えとったし、投げは見えなかったです。投げは。投げを抜けるっていうのがなくて、僕の中では。やっぱその、右投げ、左投げ、両パー投げっていうのを、ボタンを変えて投げ、抜け、あるじゃないですか。と、僕が鉄拳始める前、KOF やったから、ABCD の、まあ、ゲームシステムによるんだけど、例えば、KOS2002 とかでしたら、投げ、行かれそうやなと思ったら、CD 同乗し、そったら抜けれるんですよ、勝手に。そしたら、勝ち合って、あ、やばい、投げられそうと思ったら、CD 同乗し、そったら、抜けれるんですよ。反応とか関係なく。反応いったら、相手の飛び上がりに昇竜拳をかますみたいな感じだったんですよ。そういうのがあったのが、鉄拳になってから手の向きとかを見てやらなあかんとかなった場合に、それが慣れてなくて投げ抜けはやっぱり抜けるの下手くそで、もう今となってましてはもうほとんど抜けれないです。調子いい時抜けれないけど、やっぱりねあのダイアンスイングとかローパー投げとかもあとチェッチ投げとかもほとんど抜けれないですね。もうあ来るだろうなっていうボタンを押すしか押せないです。押してるつもりが早かったりとか、もしくは遅かったりとか、その中間が難しいですね。KO。ラウンド3。だから、投げ抜けは本当に苦手なんでね。だから、その、カカアも安くなりましょう。7クガードしたら鬼殺しで返すとか、おそらいで返すっていうのが、あ、そうなんや。天国さん。天国さん、僕の1個か2個上ですよ、確か。今、必死でやってはる。あ、そう、平八の立ち立ち左パンチの、どうしようはるじゃないですか。
あれ、一時家庭用出る、家庭用出るときに、出る前に、あれやって、青ライジンが確定したじゃないですか。あっちの方がダメ高いかなと思ったら、実際一緒やったっていうね、悲しかったことがあります。残り10分経過した累計来場者数が57名様、そうコメントしたのでこれは今ベアッコ、はいベアッコになりました。 Get ready for the next battle。 アリサおっぱいでかいですね。いや、アリサの方がちょっとエロいです。あ、ごめんなさい。今ザフィーナの父とアリータの父どっちがいいって話してます。すみませんでした。ザフィーナ苦手なよね、使われへんのよね。キャラ的には好きやねんけど、藤沢鉄拳やらなくていいの。だってやる相手ないもん。天国さんが今一生懸命来るって、なんか野間影さんが来るらしいんで、その人の第二次第ですね。鉄拳やらなくていいのって、今日鉄拳する気ま、鉄拳するつもりなかったんですけど。うまい、うまい、うまい。誰いるの？天国さん、カレンさんと泰造さん、あと常連さんだけですね。はい、難しいですよね。もうそういう時にできないです。だから、まあ、金曜日はね、イベントなんで、これも一つのイベントですけど、まあ、常連の時はどうなのよっていう放送をしていきたいと思いますね。常連倒せたらどうな放送するのみたいな、これとはまた違った楽しみ方を見ていただきたいなってありまして、でまあ、タイトルはマタドールの悪口フライデーってなってますけども、タグにはちゃんとマタドール不在と書いてますけど、さ、藤沢のまた悪口フライデーなんちょっとね、語呂が悪いんで、ただマタさんの悪口フライデーってもう定着してますからね。キャラがなんかね、ちょっと変えようかな。一人漫談、一人漫談、寂しいだけ。ちょっと待って、ちょっと画像変えようかな。画像変えましょうかね。天国さんの配信でやってるから、追加のメディアファイルで、そう、ニーナ、天国さんといえばニーナ。あ、ええや、めんどくさい、いいやいいや、天国さんごとけていいや。累計ライブ者数が62名様いらっしゃい。またさんキャラ、まあ関西、まあそうですね、また僕と違ったり、おこんなキャラあるわ、あるよ、落ち方やったけど。またさんね、面白いキャラっぽい、ああいう感じがいいと思います。でもまたさん言ってますよ、 PR の時そういうキャラで結構嫌われてたって。今となってはね、全然もうすごい有名な方です。あ、そうやって名前が広がる前に、ちょ、リーダーに画面見えへん。あ、お前や、ごめんなさい。なんで？お前や。そうやね、ちょっと待ってね。あかん、これやってもうた。ごめんなさい、ちょっとだけ、すいません。
男キャラ使ってますよ。ちょっとね、一回いきますね。ウィスターさん、ごめんなさい。ちょっと今、配信トラブル。あー、NLE が止まった。Get ready for the next batch. ごめんなさいね。ちょっとね、今、クリーズしました。これはですね、まさかりじいさん。おっと、俺の顔アップで出てきた。びっくりした。びっくりした。はい、カメラ見つかりません。知ってる？知ってる？ごめんなさいね、僕のアップで、まさかりさんが作っていただきました、はい。そう。はいよ。正確天国さんがメインになってるから、今天国さんのためにニーナを流します。さすがさん、まさかりさん作っていただきました。はい、次枠ありますよ。多分これ次枠取ってると、多分一回待たなあかん可能性あるから。ツイッター活用してますよ。書いてるでしょ、オレンジスラッシュ、顔アップでいこう。いや、嫌です。はい、アザさんと、オレンジハウスの、公式ツイッターありますので、そっちを、フォローしていただければ、配信時にはやっていきますよ。ただ、ズバムみたいになんか面白いことはできないですよね。よかったらね、オレンジハウスのそのツイッター入ってください。ラウンド3。ファイト。これね、これ以上、あ、上、あ、なるほど。そうですね、上にね、あ、番組詳細の時は上げときましょうか。そう、次枠取るときそうしますわ。ありがとうございます。これ多分ね、あれ大丈夫。天国さん負けてからの、ビャッコ刺します、あれ、ビャッコ。ビャッコ刺します、あれ。うわー言ってるけど、絶対ビャッコ刺すよ。明らかにやめてよねって言ってますよね、あれね。いや、しかへん。わざと知らせないように言って、ビャッコ刺して、また来ていくやつ。まあ、次はこの時にそうやってきますんで。要は女ですね。確か原田のツイッターでかなんかで言うてましたね。Get ready for the next battle. いやー、うなにレイプされとるわ、これ。Round 1. Fight! New challenge! 65番ね、様いらっしゃい。よかったらゆっくりしていてね。やっぱこのアリサのコスやばいな。やばいでしょ。そうです。マタさんがいいなにしました。もともとこれ、確かね、あ、ダイヤグラム。どう対応したらしいんですか。まあ、天国対応にしたら。とりあえず、天国対応にしたら。もう今、ちゃいますね。天国さん、ありがとう。強かったやろって言ってますけど、多分俺勝てると思うけど、分からんけど。なんやろね、どうさ、今、平和あった、野茂影さん。野茂影さん来た。じゃあ、次枠の時に天国さん来てもらいましょうか。ね。ちょっと軽く喋ってもらいましょう。うわぁ、今のは、しびれるよ、ほら。はい、1、2、3、4。あ、強いですね、あれは。ということで、累計ライト数66、総コメント数55、オーバーということでお疲れ様でした。次枠で、ラストワークになります。
ラストワークありますので、よかったらまた来てください。お疲れ様です。はい、始まりましたよ。ツイッターの方ですね、あのオレンジハウスの、ツイッター ID をですね、番組の詳細の方に書いております。とりあえず垂れ流しになってますけども、またさ不在のツイッターアットマークオレンジ、下のあれの、これまた何がなんかウィー言うたらいいんだよ、あかんやワコツードでこれ探らしたね。不審が不審が、ラウンド1、ももかげさん何倍大丈夫か、どうやったらここの放送が配信で流してえ？例えば、まあ、あいつはいいっすよ。一番やりたくないガイは一番端っこだよ。あの、デシカだよ。9名様いらっしゃい。よかったらゆっくりしててください。なんか LINE か。KO Round 2。バタさんから、バタさんから LINE 情報。すまん、まだ残業中はドンマイ、またさんドンマイ、仕方ありません、代わりに僕が今日オレンジハウスの悪口フライデーをさせていただきます。どうも、クリスターレン、こんばんは。はい、またさん、残業中ということで、本日、またさん不在の悪口フライデーになりまして、まああの仕事、まあ仕事だからしゃあないですよ。だから仕事がメインで、その次で鉄拳2の次か、3の次かよ。いや、それしょっちゅう来ていただいてるんでね、またさん、本当に毎週欠かさせていただいてるんで、僕が最近来てないんでね、またさんの放送とかに、見てるは見てるんですよ。見てんねんけど、やったりしてないから、今日は僕が、ちょっと、MC でさせていただきます。16名様まで出したい。よかったらゆっくりしててくださいね。あーもう時間ないんすよ。いや、遠いとこから来てるところありがとうございます。天国さんはですね、今ねナンパ中です。はい、嘘、嘘です。今天国さん今ね iPhone 触ってます。あ、なるほどね。天国早おいでってことだ。来ましたよ。要望に応えてアリタさん入る。あー、ちょうど最近アリタの本組やったんで、俺もやりたかった。1人ね、2人、2人、女の子。 KO Final Round Fight。
Round 1. Fight! Round 2. あれ誰？いや僕もわかんないですけど、今日たまたまあの初田鉄拳の会話です。あの子前から、え、先週でもマリアン来とったやん。マリアン先々週か？マリアン来てましたやん。あのね、女性プレイヤーでも少ないからね。天国さんもやったらいいやん、鉄拳生放送。今自分のコミュニティ作って鉄拳生放送。いや俺やりたいんですけどね、あれないんですよ、見たいの。あーあいまいち何が言うのにも分かんないんで、実際にセッティングしてもらいますか。家行ったら俺サネウマに絡まされる。できますよ、簡単に1万8000歳ある。まあ、機材等はね、今回ありがとうございました。お疲れ様です。はい、天国様。まあね、なかなかでもね、ニコ生ってね、難しいところがありますね。どうなんかな、後者の方はね。
あー飛行中とかそうなんかな、さっきの飛行まあ前のキャバ条件ですね、ギャル系、清純派、ニコチュー、まあねおっしゃる通り、まあ、しあの初心者というか、鉄拳を初めてどうしたらいいの、わからない、教えてくれる人おるのみたいな感じの人が来てほしいですね、ここのオレンジアウトの方に。それがまあ狙いなんですよ、本当は。鉄拳、こういうタッチゲームやってるんで、どうしてもやっぱりね、あれですけど。まあ、難しいところはありますけど、もしまだね、まあ、師範代とか、免許改善、まあ、もしくは強権とかいう人いらっしゃったら、ぜひオレンジハウスに、大阪の人はね、来てほしいですね。親切に教えてくれる人多いんで。ファイナルラウンドファイト。誰？今何か見えました？いや、わかんないけど、はい、ライブどうしようかな。残り時間、誰か審査、誰が審査する？そうですね、まあ、ボブさんとか、まあ、あれ、まず、その、オレンジハウス来てた時に、店長がおるので、まず、店長とか、まあ、対戦するとこ見て、そこで店長に話しかけてあげたら、そっから、こいつ教えたってくれ、とかなんか言われるんで、まあ、僕もその、対戦とか入るし、カードさせたらね、で、まあ、そこで話とか、したら、あれ俺は今日は帰りだ。まあ、それでやりますよ。はい。今からね、ちょっとね、野もかげにゃんにゃんさんと対戦したいねんけど、今現在、しゃべらしくはね、タネ流し放送でもいいですか？あかんわ、あかんわ、時間があんねん、これ。あかんねん、これ。ね、時間一応言っときますね。10時、あ、ごめんなさい、10時じゃない、11時50分で放送を、打ち切ります。ので、よろしくお願いいたします。はい、営業時間の関係上、11時50分まで放送します。はい、ラウンド2ファイト。どうもオラツルさんが来てくれました。どうでしたか？はい、どうでしたよかった、俺ってた、実は俺仕事行けなかったから。食べる人がおったの、オラクル。いや、違いますよ、オラクルさんの方です。鉄拳4、タックショックからずっとやってるプレイヤーさんぐらい。オラスさんですよ。ボブさん、どうも。まあ、オレンジハウスの常連が今ここに2人います。よかったらね、再生してください。何してはるんすか？ラウンド3。ファイト。オラスさんって鉄拳5の時に攻撃で出ましたよ、スティーブで。初期のフファイブですよね。たまにゼクシーとかでコンボ動画とか載せたりとか。カズヤのタイキックみたいなガードマイナスいくつ？ガード紙ですかね。あ、11か12ぐらいでしょ。あ、アチレンさんからコメントが。オラスさん、オラスさん、なんかアチレンさんからもう疲れました。まさかの白兵さん
それは俺のせいではない。込み上げらしいよ。面白い込みと。サイバーバトル。そうですね。サイバーバトルになったルーキー来場者数が68名様いらっしゃい。よかった、ゆっくりしてね。あと10分12分だで終わるよ。まあね、今週の、来週の月曜日やりますんでね、またその時、富士山のまったりマンデーをやりますからね。時間は藤沢が仕事終わってある程度時間してからですね。仕事終わりなの多分ね10時ぐらい、早くて9時かな、10時ぐらい、結構遅めになります。まあ火曜日もざっくり10時ぐらい、ざっくり10時大体そんぐらいでやるかなと。はい、僕も仕事帰りでやる形になるんで、仕事ってちょっと遅いんですよ、帰ってくる。まあ、仕事は、接客業なんで、ゴールデンウィーク休みないんでね。まあ、火曜日でもいいんですけど、その、なんかね、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかね、できないです。同じ放送ずーっと5時間も流されても、面白いんかなっていうのもあるんです。短く枠取ってやるか、イベントするからなんで、今回そのまったりマンデーはもう人が来るのは大体常連ですから、常連でやると思ったらもう足りない感じになるし、喋るだけみたいな感じでしたね。 Get ready for the next battle. New challenge. ウナリがもうすぐゲームラウンちゃうな。おい、おっと、昇格が出ましたよ。アサさん今日残業で来てないで、急遽垂れ流してもらったら誰もいない。あと、残り10分になりましたんでね、よかったらゆっくりしてくださいよ。今現在、バック構成になってます。今現在でね、彼の方が、昇格、なってますね。なんかブライアンのカスタマイズ見るとジャングルの王ちゃん、ターンちゃんを思い出すのは僕だけですかね。累計来場者数が77名様いらっしゃい。11時50分の放送を切ります。よかったらね、その時間前に見てください。タイムシフト残してますので、よかったら、見れてない方でも、途中ばっからしか見てない方、タイムシフト残ってますんで、ぜひ見てください。プレミアム会員のみになりますよね。オレンジハウスのコミュに入っていただいて、タイムシフト見ていただくという感じになっております。僕はただのあれですから、今日はマタさんの代わりとして今日は来ておりますんで。
アスラークから玄米落ちてるやん。落ちるやん、これ、下手したら。Get ready for the next battle. はい。じゃあ、もうそのままやろうかなと思ってますね。時間がないんですよ。だから、ここだって11時43分ですからね。うわー今のジェッパー83名様いらっしゃい。よかったゆっくりしててください。残り時間7分ありましたけどね。よかったゆっくりくださいね。天国クルーユーで来れへんやんか。あーもう天国さんもう絶対注意するであれ。さっきの女の子を迎え、あ、来た。天国さんに変わります。あっ KO Round 2。 さっきの犬たちを止めましょう。ほんまにオラもニコ騙してる。マジ聞こえへん。大東でやってる松茸、通称松茸。大きいとスタート関係、まあ、技を置いた時になんやろ、まあ基本中距離で待ってるとするじゃないですか。片方が大きかったか攻めを、まあ、どれかやるとするじゃないですか。とりあえず寄ってきたら技を置くとしたら、その時は下が立つ待って閉じる止まって、あの置いた技を浮かして浮かすけど、確かに平成じゃないとほんまに勝てへんから。俺も昔はもうイライラしたりして、今もうこいつ下段ばっかあると思ったらちょっとなんかめちゃくちゃいったりしてたけど、いつの段階か自分に言い聞かせてますね。だからやっぱりもう全部逃げ、ライト行きたいぐらい、なんかちょっといろいろ言われますし、ライトばっかり、あの宅飯がでかいキャラが来るとそのスタイルはしんどくなってくるから、キャラによって使い分けられない。対戦見てないけどこれカレーとどっちが勝てんねん。あと1分なんで、じゃあそろそろ終わりなんで、今日はマタさんいなかったんですけど、来週とかいると思うんで、また見に来てください。トメさんからお疲れ様。今日は楽しめたわ。絶対一回封じになっておったけど、お疲れ、また来てください。俺も機材やったら家で放送したいんで、今度見ときました。お疲れ。
Ready for the next battle.